IBM 7070 70 IBM 7070 70トランジスタ回路 SMS ボード IBM 7070 70は1958年に発表された重心、方式中間データ処理システムである。IBM 700-7000シリーズの一部であり、それまで真空管であった部分をトランジスタ化した IBM 発のプログラム内蔵方式である。トランジスタ化した IBM650 としてアップグレードパスを提供するよう設計されており、IBM650 や IBM705 の後継として期待されていたが、IBM7070 と IBM650 との命令において互換性を持つように設定されていなかったことや、古いプログラムを実行するためにシミュレータが必要なこと、IBM705 の グレードアップ版としても発売されたものの IBM705 の文字セットを完全に表すことができなかったことなど、非互換性が多かったため、完全な互換性を持つ IBM7080 への転換が推進された。また、IBM7070 シリーズでは、互社卓に符号を用いてコード化し、文字は2桁のコードを用いて表され、 データは重心10桁で保存されており、CPU の速度は約27キップスであった。このシリーズでは後に IBM 7072と IBM 7074が発表されて、その後徐々に IBM システム362置き換えられていった。ありがとうございます。